からは結婚できない女矢沢さんと佐野さんを比べてみました。〇〇禁止なら死んだ方がマシで比べてみました。この場を借りてはっきりさせておきたいことで比べてみました。これ始めたら止まりませんで比べてみました。私も大佐とチームとともに戦っていきたいので、皆さん最後までよろしくお願いします。と言って袋から取り出したのは200体のアーミー人形。一体一体丁寧に並べていきます。200体並べ終わるまで止まりません。巨大怪獣が現れました。そんなサバイバル好きの矢沢さん、最近では火の起こし方を勉強中だそうです。ここが私がいつも DVD 鑑賞をしている場所になります。毎日海外ドラマを字幕なしで見るのが日課だという佐野さん。そしてなんといっても私のパートナーになっているのがこのポップコーンです。自宅にポップコーンの機械を買いました。贅沢な取り揃えています。黒トリュフと白トリュフオイル、トリュフのオイル漬けですね。そしてトリュフ塩です。わー、美味しそう。こうしてポップコーンを食べ、コーラを飲みながらの海外ドラマ。これをし始めたらトイレも我慢して6時間は止まらないそうです。周りをドン引きさせたことで比べてみました。見ていきましょう。さあ、まずはこの場借りではっきりさせておきたいこと。佐賀さんがともりさんの結婚パーティーに呼ばれていないという。結婚パーティーというか、プロポーズをサプライズでされて、私自身も